はい、ファンタジスタサッカーチャンネル始まりました、今日も。鈴木淳、あれ、インターハイの予選が、まあ、先週ぐらいですかね、こう全部終わって、全国出場国が出揃いましたが、なんとって、これ、ためなくてもいいんですけど、母校の、鈴木淳の母校の市立船橋高校が、千葉県の大会優勝しました。おめでとうございます。いやー、やってくれましたね、本当に。ちょっと母校のやっぱ動向は毎年やっぱずっと気にしてるところではあるんですか、やっぱり。いや、それはもうインターハイも選手権もプレミアリーグも結果はちゃんと追うようにはしてますよ。あ、そうなんですね。もう全部ちゃんと追ってるんですね。はい。あ、じゃあもうこれ今年はやりそうだみたいな、そんな雰囲気みたいなのはプレミアリーグのところとかから感じてたりとかってあったんですか？いや、その感じてたというか、まあ、僕の時代の時から、まあ、朝岡さんが、まあ、ずっとこうやってきて、タイトルもいくつか取ってきた中で、まあ、選手権も1年目で優勝したり、僕が3年生の時の1年生の代かな、で、インターハイも取ったりとか、まあ、こうタイトルをしっかりこう取ってきたところから、今畑監督がこう現在やられてますけど、その変わって、まあ、やっぱりプレッシャーとか、まあ、いろいろこう、まあ、伝統校っていうのもありますし、今までの歴代の監督がこう結果をちゃんと残してきて、プロも輩出して、まあ、それだけの実績を残してきたところからの引き継ぎというかだったんで、いろんなこうプレッシャーもあったと思いますし、まあ、その中でなかなかこううまくいかないこともあったり、まあ、選手権出てもこう手前の方で負けたりとか、まあ、こう厳しい状況というか、まあ、プレミアリーグも去年残留争いをずっとしてたりとか、まあ、本当苦しい中でずっとやってきて、やっとこう、まあ、やっとって言っても、まあ、全国出ることが目標の高校じゃないんで。確かにおっしゃる通りですよね。またここからすごくプレッシャーもあるし、いろんなこう期待も乗ってくると思うんで、まあ、本当ここからが一番難しいとは思うんですよね。まあ、やっと通過点を通り越したみたいな感じだと思うんで、まあ、でも今年から僕も実際にこう内部の情報っていうのはあんまりこう知らないんですけど、まあ、写真とかでもいろいろベンチの写真が写ったりとか、はい、最後の、ね、集合写真というか写ったりしてたところに増島さん、はい、お兄さんの方、お兄さんの方、うん、増島さんって分かりますか？もちろん分かります。ディフェンダーの方ですよね。はい、元市船で、で弟もいるんですよ。そうなんですね。弟も一時期こうコーチやって いた時もあって、今はロアッソの方でコーチやってるとは思うんですけど、はい、増島さんのお兄さんの方、そのセンターバックとかずっとやっていた方が、はい、多分もう本格的に関わってやってると思うんですよね。そうなんですね。なんか人知れずっていうかいや、報道されてるのかあれですけど、なんかまあ、でも写真にも写ってたんで、まあ、ベンチにも入ってるっていうことは、まあ、それなりに関わってこうやられてるのかなっていうのは思ったんで、まあ、そういう効果もあるのかなっていうのは思いましたね。あ、でも鈴木君、この昔はその市立船橋高校の監督っていうのは布監督から始まって、石渡さんがやって、で朝岡さんがやって、畑さんっていうなってきてますけど、やっぱ教え子の皆さんがもう本当に本格的に皆さんもうプロになって、もう 何十年と現役やられてた方たちがもういらっしゃるので、なんかそういう方たちがなんか指導するような時代になってきたってことですよね。実際にスタッフとして戻ってくるっていうか、まあ、そのプロになってっていうのは別にあれなんですけど、実際にその朝岡さんも布さんが監督やっ
やられてる時の実際の選手 で、うん、でゴールキーパーコーチも今あのロアッソ熊本のキーパーコーチやってる伊藤コーチが、うん、僕たちの時代もキーパーコーチやられてて、その OB がやっぱりこうずっと携わってるっていうチームでもあるんで、うんまあ、その中で増島さんがこう関わり始めて、うんまあ、去年から多分関わってるとは思うんですけど、うんまあ、その増島さんが関わってその昔の伝統とかをこう植え付けるじゃないですけど、はいまあ、そういう、こう役割っていうのはすごく僕は大事だと思うんですね、うん、その伝統をやっぱりこう肌で感じれるというか、実際にこうやってた人からまあいろいろなことを教わってプロでも経験してて、いろんな経験をこう選手たちにこう与えてくれてるんで、まあそういう部分でいけば本当に増島さんの存在というかは選手にとってはすごく大きいんじゃないのかなっていうのは思いますよね。ああなるほど。もっとなんかね、あれですよね、OB の方関わってるのかな、関わってもいいのかななんて思ってたんですけど。いやでも OB がほとんどスタッフでこう関わってるんで、うんうんまあ、その OB がいない時代っていうのはないんじゃないですかね、ほとんど。ああなるほど、うん、はい。でもそんな中でもね、増島さんっていう方もビッグネームですね、 OB の中でも。いや本当っすよ本当ビッグネームっすよ。そうですよね。だからやっぱ多分その鈴木潤からすると内部の情報わからないですけど、なんかもし松島さんがなんかこういろいろやられてるんじゃないかとこう推測してるわけですね。もうまあその部分では松島さんが仕切ってやる部分もあると思うんですね。守備の部分だったりとかセットプレーの部分だったり、うん、まあそこら辺をまあやってるんじゃないのかなっていう予想ですけど、うんうんうんまあ、そこにプラスアルファその今までの伝統だったり、うん、こう自分の現役の時の経験をいろいろ選手たちに伝えてくれてるんじゃないのかなっていうのは思いますよね。うん、すいません、あの一年生合宿とかそういうあの鈴木潤が苦しんできたあの苦しんできたじゃない、鍛えられた、はい、そういうのもあったりするんですかね。まだどういうふうに形を変えて、ねえ、はい、あんま分かんないですけど、いけるんだったら実際に YouTube の撮影とかで、あ、本当ですね、一船の夏合宿にこう潜入みたいな やりたいですけどね。あの坂延々と坂を登るとか、はい、うんね、まあ、詳しくは皆さんね、あの過去の動画見ていただいてですね、はい、あのチェックしていただければと思うんですけど、それをね、あの十数年ぶりにやってみたみたいな動画ですか、鈴木ちゃん。いや僕はやらないですよ。ええやったら本当に倒れますからどこまでついていけるかみたいなね、現役に一日持たないですよやっぱそれだけ過酷なあれで多分だ、そういうなんて言えばいいんでしょうね、なんかどういう風にねやってるか見てみたいですね。あの久しぶりに母校に帰るみたいな、ね、本当に行きたいですね。うん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 、あの行きましょうっていうか、はい、あの鈴木潤がいないと入れないんで、私も絶対、はい、いや僕が行っても入れるか分かんないですよ。え、何を言ってるんですか。知らないと思うんで僕なんか。いや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 、知ってるでしょ。いやそれは同期の泉龍二が来たら、うわ泉さん来たみたいになるんですけど僕が行ったら誰だこいつみたいな。あのじゃあ泉さんと一緒に行きましょうかハッピーセットで行きますか。ねえハッピーセットで、はい、泉さんのね、あのシーズン中ですけど今ね、なんかねちょっと難しいかな、やっぱり鈴木潤単品で、はい。